アンコールありがとうございます。もうアンコールなかったらどんな賞も出たんですけど一番初めに曲作りました。実はもう一曲作りましたね、というのがですね、嫁はんに婚約指輪渡してるんですけども、結婚指輪渡せないんですよ、ね、でちょっと結婚指輪の仮といったらですが、一曲作りまして、もうすいませんプライベートで使いまして、一曲嫁はんに、作ってきたのを聴いていただきたいと思います。そして、あやねとわかなちゃんに、ソロと言いますかね、それをちょっと、自分で考えてきていうことで、作っていただいてまして、あやわかちゃんおるかな、はいどうぞ、全員お揃いの P&B あるため R&R をしております。僕ね字汚いんですよ。それからね手紙で書くのもねええかな思ったんですけど、やっぱりねこう歌手でございますから一曲、手紙のような曲を作りまして、これを聴いていただきます。嫁はんどこにいますか。あそこへね、あの辺でおりまして、ちょっと一曲聴いていただきます。タイトルまだ決まっておりません。日頃の気持ちを歌にしました。初めて歌います。聴いてください。夜明けまで飲み明かそう。
指輪という曲でございました。ありがとうございます。ね、指輪も可愛い言ってますけど、実はね最近ねちゃんとね指輪買いましたんでね、また明日にでも渡そうかなと思っておりますんで、ありがとうございます。ちょっと待ってください。ソエンジ君、はい、指輪がね、見つけました。楽屋にね、あったんですよ。はい、買ったやつです。はい、で、聞くところによるとというか、はいはい、結婚、指輪あさることながら結婚式しましたか？してないんです、まだ。で、はい、披露宴だったら呼ばれると思ったんだけど、はい、まだやということは、披露宴はまだなんです。してないですよね、はい、結局、何もしてない。はい、何もしてないんです。ね、はい、で僕今まで結婚式いろいろ行ったんだけど、はい、人前結婚式ってあるんですよ。人前、大勢の人前で認めてもらう、うん、まさにね、今日がいいタイミングだと思うんです。皆さん、いかがですか？皆さんの前で、明日と言わずに、はい、今、この場で、はい、ぜひお渡しいただきましょう。奥さんいますか？園子さんって言うんですよ。僕ずっと懇意にしてもらってます。園子さん、エデンちゃんって呼んでます、はい、エデンちゃん、園子さんいらっしゃいますか？前へ来てください。いらっしゃったらぜひステージへお越しください。突然すいません、本当に。あれ、息子です。あ、はい、よしとくん、はい、よしとくんも来てほしいけどね。ね、よしとくん寝てるね。園子さん、ステージへお上がりください。皆さん、拍手でお迎えください。どうしましょうか？はい、お母さん、はい、どうぞ。まずはあやめさんの手からベールがかぶされます。お友達の宮川愛さんが心を込めて作ってくれました、はい、今日のために。そして若菜さんからブーケのプレゼントです。では、ソエンジ君、みんなの前でどうぞ。ちょっと離れた。さあ、その瞬間がやってきます。みんなの前で、今入りました。おめでとうございます。実は僕は今全国で公演とかテレビでも公演してるんですが、今大勢の前で今言ってることがあるんですね。ぜひ4人に、そして吉野君も聞いてほしいんですね、はい、さっきのスライド覚えてますか、うん、日本の旗が出ました、はい、これが関係あるんですね。皆さんもお願いします。クイズ、はい、この赤い部分、はい、日本の旗って赤い部分、面積で何パーセントを占めてると思いますか？うん、ヒントは 8%、 18か28か38か48か、はい、パーセント、何パーセントだと思います？皆さんは何パーセントだと思います？28ぐらい。はい、そろっちゃう。若ちゃん、そのぐらい言ってます。若ちゃん、はい、若ちゃん、若ちゃん何パーやもん。8、18、48、48、28、え、はい、48や。48、はい、皆さんは何パーセントでしょう？はい、正解は 18%。 18なんですか？はい、これ僕子育てで言うんですが、目立つ部分って目立っちゃうんですよね、はい、もうたくさん占めてると思います。例えば我が子の良くないところ、18個は言えます。皆さん18個、でも実は我が子にはその後ろには82個の素晴らしい部分があるんです。見えにくいんです。目立つところが目立ったら、夫婦もそうです。もううちなんかも30何年一緒におるんですけどね、もう良くないところばっかり見えちゃうんです。でも実はどんな人でも
82個の素晴らしい部分があります。18個にとらわれないで、ぜひ後ろにある82個の部分が見える、はい、見え合う家族でいてほしいんです。お願いします。皆さんからもお願いいたします。皆さんも、はい、今日は本当におめでとうございました。いつまでも仲良くお過ごしください。じゃあ、あの、綾若ちゃんも一緒に、はい、あ、ね、あの、娘さん2人で、ね、リードしてください。はい、はい、もう、共演中もね、1.2 家族が増えて、ね、本当におめでとう。よしと君もね、喜んでいます。